もう自分のやるべきことは本当金メダルに向かって頑張るだけなので、はい、そこはブレずに金メダルだけを目指して頑張りたいです。簡単に言うと、はい、距離を意識して戦っていくっていうので、自分のボクシングを相手に合わせて変えるんじゃなくて、自分のボクシングを突き詰めて勝つっていうことを、はい、したいなと思ってます。一番最初ちょっと嫌だなって思うんですけど、めちゃくちゃ緊張するので、まあでも一番最初に新しめのリングに、はい、足を踏み入れられるのは光栄なことだと思うので、楽しんでいきたいなと思います。まあ勝ち姿を見せられるのが一番いいんですけど、はい、まあ元気あふれる感じでいきたいなと思います。自分が初めてオリンピックの舞台に上がれるっていうことで、まだ誰も経験していないことなので、はい、めちゃくちゃ楽しんでいきたいなっていう気持ちです。出るだけじゃ意味がないので、はい、金メダルを取って、はい、取りたいなと思います。足を使って、スピードを生かして左ジャブを当てて、こう自分が支配していくようなボクシングをしたいなと思います。今までモチベーションが下がることとかあったんですけど、やっぱり本当に誰でも応援してくださる人の一声一声が本当に自分頑張らなきゃなというふうに奮い立たせてくれたので、はい、応援してくださる人の声とかそういうものが自分の支えになってると思います。親の頑張ってっていう声だったりとか、そうですね、あのコーチの歴史の扉を開けてくださいとかいう、はい、お言葉だったりとか、本当いろいろですね。はい、そうですね、私の試合を見て少しでも、なんだろう、嬉しいとか良かったとか面白かったとか、そういういい感情が、はい、少しでも芽生えてくれたら嬉しいなと思います。ボクシングがそんなに楽しくない時とかあったりして、原因がよく分かんないんですけど、不意にやってきて練習も全然楽しくなかったりしたんですけど、はい、大学の同期とかがそういう日もあるよねって言ってくれたり、いや頑張らないとっていう風に奮い立たせてくれるとか、はい、同期の存在も大きいです。あ、思った通り動けないな、嫌だなと思って、で調子が上がってきて、うん、まあ、はい、動けるようにはなったんですけど、別にそれでも楽しくなくて、うん、練習しても早く家帰りたいなと思うことがすごいあって、はい、大会出てやっぱ結果が出せれたっていうのが、出せれたっていうところで、あ、やっぱりボクシング楽しいなってなったのと、あとちょっとこの間までもちょっと調子悪くて、でその調子が悪い時は何クソって思えて、すごい練習に身が入ったので、はい、コロトコフがいいきっかけになったのかなと思います。小6が中1の時に東京でオリンピックすることが決まって、でそしたら結構周りの方に東京オリンピック狙おうっていう風に言っていただけて、なんか、はい、なんかやめられなくなったみたいな。もちろんボクシング好きだったんですけど、うん、もう後に引けなくなったっていう感じが強かった気がします。スイッチだけは絶対に忘れないようにしたいと思います。あのゲームの、はい、ゲームの、あー、はい、頑張れ元気は、そうですね、読み始めたら多分続き見たくなっちゃうんで、すごい量持っていかないといけなくなっちゃうんで、はい、実家に預けときます。シンプルに初めて金メダル取ったらかっこいいなっていうのと、はい、多分鳥取県の歴史に名が残るので、はい、そこを狙っていきたいなって思います。まあ、人口が少ないからちょっと妥当なのかなとは思う気もしますけど、まあでもそれだけやっぱオリンピックの金メダルがすごく価値のあるものなんだなとも思います。両親が一番喜んでくれると思うので、
はい。そうですね。両親にてっぺんで笑ってるところを見せてあげたいです。大きい車の上に乗ってパレードしたいです。よくある。みんなに手振りたいです。本気で出たいっていうか、本気で叶えなきゃって思ったのは、高3ぐらいからだと思います。オリンピックまでもう2年っていうところで、なんかだんだんと大会でも、オリンピックの代表選手を選考するかもしれないみたいな全日本の結果で、そういう噂とか結構出てきて、わ、これに負けたらオリンピック出れないかもしれないとか、はい。そういうので、なんか、はい、意識するようになりました。全日本選手権で、本当はジュニアの部で出るんですけど、高3なので、シニアの部で出させていただいて、はい。そこで初めて意識しました。やっぱり準決勝で戦った釘宮選手っていう方がすごい上手いなと思って、自分でも綺麗に勝てたわけじゃなかったので、このままだと世界には通用しないかもっていうふうに、優勝できたんですけど、やっぱまだ不安が少し残りました。蛭田さんと戦った時のボックスオフで、本当にオリンピックの日本代表を決める試合で、本当試合前やむぐらい、病んでしまうぐらい緊張したし、本当に結構今までで一番ぐらい追い込んできて、でもそういうのを得て、なんか、オリンピックを目指すことへの覚悟とか、そういうのが芽生えたので、苦しかったですけど、今となっては、はい、すごいいいきっかけだったのかなと思います。ここの調子で、もう本当、はい、さっきも言ったんですけど、もう本当、ボクシングやめたいというふうに思って、本当にしんどくて、はい。でも、はい、なんとか続けてこれました。努力した分だけ、ボクシングのことを考えた分だけ、自分のパフォーマンスとか、結果に結びついてくるっていうところに、はい、喜びとか、そういうのを感じて、はい、そこがボクシングの魅力だと思います。SNS の方でもカエル好きの方からフォローしていただいて、やっぱりカエル好き同士何かつながってるものがあるのかなと、はい、思いました。オリンピックを決めたのは私と並木さんなんですけど、その上の、新本彩選手とか、和戸まどか選手とか、アジア大会とか、世界選手権でメダルを取るような選手がやっぱ日本国内にいて、まあ私は階級が違うんですけど、やっぱそういう選手たちと手を交えて切磋琢磨することで、多分今の私たちがあると思うので、はい、やっぱ先輩方の努力とか、そういうのも絶対にあるなと思います。日本っていう国、オリンピックであんまり見ない国で、はい、ちょっと舐められてるかもしれないので、はい、私と並木さんでメダル取って、はい、ちょっとドヤ顔したいなと思います。しっかり自分の距離で戦うことと、クリンチ際になった時、リンさんめっちゃ強いので、そこでいかに力使わないかっていうのと、あとやっぱ気迫です。はい。リンさんだけを意識した練習とかもありました、この期間。あ、はい、はい。やっぱリンさん、やっぱり金メダル取る上で一番の強敵がリン選手なので、やっぱりどうしてもリン選手意識してしまいますけど、でもやっぱり、あれですよね。リン選手ばっかり見て、他のタイプの選手に足元救われてもいけないので、自分としては、はい、いろんな選手に勝てれるように練習してきました。この名場面。そうですね。なんだろう。水泳の北島康介選手の、やっぱ名言がすごい出てたのと、冬のオリンピックですけど、羽生結弦選手が金メダル取って、すごい爽やかな笑顔で表彰台乗ってたのと、とかですかね。一昨年か。試合したときにこう、
リン選手の方がやっぱ身長高いので、揉み合いになった時上から潰されちゃって、そこに抵抗しようとしてスタミナ使って、疲れてパンチもらってっていう試合展開だったなと思っているので、こう潰された時にあんまり頑張らないように、はい、抜けるっていう。自分が、はい、ここで体力消費しないように、はい、あんまりリンさんのそういう揉み合いに付き合わないようにっていうのを意識してます。ボディはもうだいぶ出せるようになってきたので、はい、まあ合格ラインには近づいていっているかなっていうのと、まあ接近戦は自分の強みではないですけど、平均点を上げるぐらいには多分慣れたと思うので、はい、まあいいかなっていう感じです。プレッシャーにもなるし力にもなるしっていう感じで、はい、そうですね、やっぱり勝ちたい、なんだろう、やっぱり応援してくださる人のために勝ちたいって思って、それでプレッシャーっていうか頑張らなきゃってなっちゃうんですけど、でもやっぱ苦しい時そこから自分を這い上げてくれるのはやっぱりそういう方々たちの、あの、はい、5000円なので、オリンピックではプレッシャーって捉えずに、はい、力に変えたいなと思います。うん、そうですね、やっぱこういうご時世なので、はい、そうですね、元気よく試合してるところを見せたいなって思います。怪我なく、はい、もう金メダルを持って帰ることが、ボクシングをしてきた自分ができる最大の恩返しなのかなっていうふうには思います。最近で一番心に残ってる本は、あの、三島由紀夫さんの金閣寺で、そうですね、まあ、結構暗い感じの本なんですけど、すごい文章が綺麗で、はい、あの、大学のレポートの課題の時とか、こんな綺麗な文章で課題したいなって思いながら読みました。ナショ、略してナショジオの番組で、もしカエルを撮る企画があれば、テレビに出るっていうよりはもうそこに帯同させていただいて、はい、私もカエルそこで見たいなって思ってます。心理学のゼミで今は、はい、浮気について調査している最中でございます。なんかもう授業でいっぱい体育のことやってるので、ちょっと離れたいなと思いまして、心理学を、はい、選びました。はい、人にアンケートを出して浮気の境界線をどこか調べようみたいな感じのところですね。なるほどですね、はい、私はあんまり、なんだろう、走ることとボクシングがそんな直結してるとは思わないんですけど、やっぱりボクシングは練習でどうし絶対走るスポーツなので、その練習で走るときに妥協しないっていうか、なあなあで走らないっていう癖が陸上部時代についたので、はい、そうやって練習に懸命に取り組める姿勢とかが、はい、ボクシングに来てるなと思います。800専門なので、400プラス400っていう練習があって、はい、400メートルをほぼ全力で走って、1分レストを置いてまた全力で走るっていう練習がめちゃくちゃきつかったです。